今回の学びたいはふるさとの大先輩から学びます。の偉大な先輩たちがいるんだよね。そうじゃよ、学問を研究した人、国や県の発展のために尽くした人など、様々な偉人たちがおる。そしてその生き様にも学びがあるんじゃよ。へー、心を表現した偉人は誰かな。そこで今回の学びはこちら、郷土の偉人から学ぼう、坪谷賞木水祭で発表。それでは調査開始。やってきたのは日向市東郷町。東郷町の豊かな自然環境にある坪谷小学校は、国民的歌人和歌山牧水の母校、全校児童9人の小規模校です。児童が登校してきたよ。短歌の朗読します。薄紅に毎朝和歌山牧水の短歌を一首朗詠して投稿しています。短歌朗詠はどんな気持ちですか？毎朝牧水先生の短歌を歌って、今日一日頑張ろうという思いに気持ちになります。坪谷小学校の一日は牧水の短歌の朗詠から始まります。子どもたちは牧水先生と慕っています。和歌山牧水の短歌には生き様や物事の捉え方が短歌の中に現れており、高学年になると子どもたちなりに解説しようとする姿も見られます。牧水先生は憧れという言葉を用いました。きっと子どもたちも地元の大先輩として憧れや尊敬の念を抱いていると思います。9月17日和歌山牧水の命日に行われた牧水祭。全国から短歌ファンらおよそ120人が参列し、故人を偲びました。春になると、この牧水祭に花を添えるのが坪谷小学校の皆さんです。ステージで牧水の歌を斉唱するため、1学期から練習に励んできました。練習でやった成果を出して、みんなで声をハキハキ出して頑張りたいです。頑張るぞ。いよいよ坪谷小児童の発表です。白鳥は会場に子どもたちの声が響きます。皆さん、こんにちは。では牧水の短歌と3つの歌を元気いっぱい発表しました。心にしみる発表じゃったの。うまくできました。うまくできました。お客様に聞こえるようにみんなでたくさん練習をして、お客様に伝えれていたらいいなと思います。発表を聞いた牧水祭の参加者は、会場いっぱいに声が響いて、皆さんの心にも響いたと思います。今年ももう本当胸いっぱいになって聞きました。坪谷小学校では牧水タイムで短歌を作り発表したり、地域の短歌募集に積極的に応募するなど、和歌山牧水に関する教育で豊かな心を育んでいます。もし今、牧水先生がいたら、一緒に短歌を作ったり川で泳いだりしてみたいぐらい身近な存在です。好きな牧水先生の歌を聴かせてください。母恋しかかる夢の降る
里の桜桜ん山の姿よ、大気味の気持ちがこもった老栄はステージでも遺憾なく発揮されていました。今日の子どもたちはとてもよく頑張ったなって思いながら見ていました。今回のように検証会の皆様からお声掛けをいただいて自分たちに光を当ててくれたということに、まずは感謝の気持ちを持ってほしいです。そして将来つぼやで生まれ育ってよかったなと思い起こしたり、ふるさとつぼや地元日向のためにできることを考えられる子どもたちに育ってほしいです。木水先生の心は坪谷小学校の子どもたちが元気につなげていきます。木水先生、坪谷小頑張ります。頑張ります。坪谷小の子どもたち、見事な発表じゃったの。そうですね、牧水先生の教えが元気な発表に現れていました。これからもふるさとを大切にのびのびと成長していってくださいね。僕も短歌で心を表現するぞ。そうだね。続いては読書の魅力をご紹介、私の本のコーナーです。私の本、今回は宮崎大宮高校の渡辺遥さんにお聞きします。私の本は辻村瑞希さんのオーダーメイド殺人クラブです。この本の主人公は中学2年生の女の子で、その子の周りで起きていく思春期ならではの悩みとか葛藤だったりとか、そういうものを描いた小説になっています。中二病っていう言葉がいろんなところで聞こえてくるようになったと思うんですけど、この子たちも中二で臭いセリフを吐いてたりするわけなんですけど、だからといって中二病ってわけじゃなくってっていう、中二病の言葉の意味っていうのをなんか考えさせられたりしました。本のジャンルにこだわらずにいろんな本を読みたいなとは思っていて、大学とかに向けて、学問の本とかも読んでいったらさらに世界が広がるんじゃないかなと思っています。視野を広げるぞ。そうだね。続いてはこちら。県では令和7年4月に県立高校へ進学予定の県外の現中学3年生を対象に宮崎留学を行っています。県外からの生徒の受け入れは県内の生徒に良い刺激を与え、さまざまな価値観や考え方の生徒と切磋琢磨する環境を作ります。令和7年度からは県内4校の学校において全国から生徒を募集します。詳しくは宮崎留学って知っちょるを検索するか、高校教育課までお問い合わせください。県立高校入試宮崎留学のお知らせでした。それではプレゼントコーナーです。今月は日南新徳高校の皆さんが作ったパイナップルサンホワイト2本を5名の方にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードはふるさとじゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすなみきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。